大分と熊本の県境にある九十連山です。標高1700メートル級の山々が連なり、九州の屋根とも呼ばれています。ああ、本当に全体に雪化粧してますね。はい、とても九州とは思えない雪景色ですよね。そうですよね。あの山の中腹に白い煙が見えますね。はい、これは火山の噴気です。九十連山は現在も火山活動が続く活火山なんです。あ、かなりの勢いで立ち上ってますね。はい、冬は気温が低いせいかはっきりとよく見えます。今年は九州各地でも例年になくたくさんの雪が降りました。この冬の九十連山の積雪は深いところでおよそ50センチ。これはなんと例年の5倍だそうです。そうですか。やはり今年は雪が多いんですね。はい、例年ですと溶けたり積もったりの繰り返しなんですが、雪がほとんど溶けずに残ったというのは珍しいということです。画面真ん中の山は九十連山で最も標高が高い中岳です。はい、標高は1791メートルあります。この辺りはいつもの冬ですとここまでたくさんの雪は積もりません。そうですか。しかしこの映像を見ると真っ白ですね。はい、そうなんです。尾根の上には登山道があるんですが、今年はどこにあるのかよくわからないほど雪が多いんです。はあ。さて、画面の左から丸い形の池が見えてきました。はいはい、これは三池と呼ばれています。はあ、池全体に氷が張ってますね。はい、三池の周辺は標高が高いため、寒い時には氷点下15度まで冷え込むこともあります。周囲500メートルの小さい池ですが、氷の厚さは20センチもあるそうです。そうですか。例年ですと3月いっぱいで氷は溶けますが、このまま冷え込みが続けばいつもよりも長くこの凍った三池の風景が見られるかもしれません。池の氷の模様と白い山並みが綺麗ですね。凍った池のあった山頂付近から700メートルほど下ってきました。はい、この辺りは雪が少ないように見えますね。はい、谷筋に沿って麓の方にカメラを向けていくと、はい、画面の下の方に建物が見えてきました。あ、見えます見えます。赤川温泉の温泉宿です。はいはい。そしてその奥の方には、奥の方、あ、滝がありますね。はい、これは夕日の滝と呼ばれています。滝の落差はおよそ12メートル。かつては僧侶たちの修行の場にもなっていたそうです。この滝、真冬でも凍りません。そうなんですか。はい、滝は凍らないんですが、この近くでは地元の人たちが冬ならではの芸術作品を作っています。道路脇の白く見えるところです。白いところ、なんだかつららのようにも見えますね。はい、木の枝から伸びる氷の柱です。はあ、氷の柱、どうやって作ったんですか。気温が氷点下に冷え込む夜の間、たくさんの穴を開けたホースに温泉の水を流し、木の周りにかけます。40日ほどかけて少しずつ氷の柱を大きくしてきました。大きいものは高さ6メートルもあります。はあ、これからも冷え込む夜には氷の柱作りを続けます。そうなんですか。はい、雪と氷に覆われた九州九十連山の冬景色は2月いっぱいまで楽しめそうです。九州とは思えない真っ白な雪山の映像でした。例年の5倍も雪が積もっているというのはすごいですね。はい、麓の竹田市九十支所の話では、例年なら九十連山の積雪は10センチ程度ということなんですが、今年はすでに50センチも積もっていて、地元の人たちも驚くほどなんです。そうですか。そして温泉にあった氷の柱、近づくと大きく見えるんでしょうね。はい、
さまざまな形の大きな氷の柱が道沿いに150メートルにわたって並んでいて、近くで見ると迫力があります。そうですか、氷の並木を通り抜けて入る温泉、格別でしょうね。